はい、皆さんこんにちは。こんにちは。したらあの妖精タンたちがいらんことしてくれるんで、いらんことマジで芝居だろか。おい、どうした？おい、お、何これ、ロケット。宇宙行けますよ。へえ、かっこいいわ。かっこいいっすよ。いいやつだよ。あれこれは、へえ、ね、ステージをこなすごとにまた恨みが湧く。やってくれたな。あいつら最初から難しいですかね。これはどういうことなの？妖精が新しいワールドが別の星に行ってください。行きましょう。なるほど。レインボーパーク、これむずいですかね。だって今まではさ、妖精をさ、救う旅やったやん。はいはい、これは何の旅なの？まあ、そういうストーリーも多分おまけですからね。あー、そうだ。あっと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 、第1回。あ、ちょっとストップあるね。あ、ほんとか、もう一回。あー、落ちた。うわー、痛い。痛い。重そうになってます。あ、ちょくれくれくれ。あ、ありました。あ、これ踏んだらいかんやつ。な、いや、あ、あ、いや、あ、あ、こいつはダメですか。ねえ、うわだ、あぶね、あ、くそ。まあ、残機ゼロだったよ。残機ゼロだったよ。残機ゼロだったよ。なんで治った、なんで治った。あ、あまりの衝撃で、あ、しまった。完全に今、違うとこ見とった。違うとこ、わっ、残機ゼロだったよ。これ、あかんじゃない。残機ゼロだった。残機ゼロやった。残機ゼロやった。大将。でもなんかコインで復活しそうな感じが。そっかそっか。そうですね。あ、なんかスイッチが2つある。なるほど。なるほど。とりあえず1個ずつ確実にやっていこう。うん。あ、2つ。ジャンプして。動かそうってか。えね。次ジャンプして。おい。あ、今ジャンプするのと。あ、そうね。そういう感じやったか。じゃあジャンプする。うん、して。よし。ほい。あぶね。おお、ギリ。こうか。はいはいはい。はいはい、ここでジャンプするんじゃない。そうやね。オッケー。はい。あと27枚なんとかしよう。そうやね。ね。うわー、何これ。えげつな。あ、とととと、あ、ない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 。おー、危ねえっていう演出。じゃあ、兄貴、コイン取ろうぜ。あー、乗りかかった。あ、嬉しい、乗りかかったな。これ、いいね、変なジャンプとかないです。乗りたかったわ。これ、右の方に行かんというか、一番、あの、あそこね、ハンコがあると。そうそう、できるかな。そっから操作できたらすごいですね。あ、でも行きましたよ、行きました。オッケー、やった。あ、俺が行ったよ。で、確かここに炎、うん、あ、そう、まだ打ち合いないんだ。炎つけて。あ、たーす。あ、もう一気アップ必要なんだ。そうなんですよ。そういうことな。ゼルダ、うん、あ、なんじゃこれ、見せかけねえやだって。一応まあ任天堂。あ、下の方まだ多分これ。いやいや、なんでこっち来るの。でさ、もし下に行きましょう。はい。あ、ごめんね。オッケー。あれ、何の音やったっけ。中にどうなったっけ。ごまだれ、ごまだれ。何これ、うっとうしい。どうしちゃった。どうしちゃった。すごい。ジャンプした瞬間に戻りやがって。あ、ちょっと、あぶね。楽しくない。あぶね。テントウムシこれ。
よしさん、あーこいつら嫌な感じだね、位置が。そうやね。それか、そのフラワーで倒して。あー、いいね。フラワー見て。あー、ちょっと待てよ。よいしょと。うん。なんかわざに溺れそうな気がする感じの。何よ。じゃあ、笑っときよ、それで。オッケー、オッケー、オッケー。あとゴールだね。技に溺れそう。技に溺れる。敵嬉しいですね。なんかそんなフラグが立ってたからさ。あ、すげえ。すげえ、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 すげえ。何これ、何これ、何これ、これ。でもあれ全部取るの不可能だよね。そうですよね。そうだ、ここで蘇るよりもあのコンティニューで5個取れた方がいい。そうだね。お得だもんね。だいぶ考え方が偏ってますね。下水みたいな。わーったか、ここで来る次何ロゼッタって新しいキャラクターですね。あ、へえ。急にパッてくるよね。パッてくるね。このもうワンステージぐらいってことか。うん、あ、ここや。ここ？あ、ここ終わったらかな。うん。スーパーギャラクシー。あ、そうだね。なんだこれ。ひっくり返るやつ。こいつヒップホップ。ちゃ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 、だから何ヒップホップじゃないんですけど。あ、そうなんです。やばい。やばい。誰だ今の。はい。はい、私でございます。よいしょ。よいしょ。やだ。よいしょ。よいしょ。ここパワーアップアイテムあんまないんだよな。嘘。終わりだ。ここ猫スーツ結構大事。マジ？うん。ちょっと大事。わあ、やだ。やだ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 。あーっと。大事です。大事。フラグ早かった。ちょ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 、そういうのじゃない、そういうのじゃない。そう、なんで？危ない。ここにブリスタル。やだ。ちょ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 。嘘、そこか。よし、オッケー。おお、うまい。うまい。何こいつ？こいつ。こいつ。ちょっと取ってからの方がいいかな。取ってからの方がでかくなるかな。あ、違うんかい。バナナみたいな。バナナ。チコっていう。ここまだじゃあ、うん、名前ですの。の、なん、敵？マリオギャラクシーに出てくる味方です。あ、味方なの？あの、上がったら、もし上がったらもうあの、はい、あれ、なん、シャボンになってる。これさ、どうすんの？行った瞬間？もう今です。今です。これでもビス、これでも。これきつくない？あれ俺だけいねえ。ほんとや、これきついな。これ兄貴はな、心細いな。そうだね。これさ、あれじゃない、あのダッシュでいかんと間に合わんとか。そうなの。じゃあピーチはどんだけでもなんか、よいしょ、はい、そうですね、よいしょ。マリオが一番きついな、これ。よいしょ。マリオが一番ナイスだ。よしよしよし。横は側面、側面を走らないか、ハメの。横側面だ、ね、横側面。2つが痛い。そう。で、この上、あ、ない。上です、あのちょ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 。なんか誰かプラッターそのあれで、この隠しブロックの上行って、よいしょ、いやいや、よいしょ、いやいや。で、左上にグリーンスターが、あ、じゃあハンコかな。これはこれ二人の協力でいくと行きやすいよ。あー、なるほど。これきつくねえか、俺ら二人には。お、いいぞいいぞ、頑張れ頑張れ頑張れ、もうちょっと、あ、いいぞ、もう一丁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 、持ち前の体育でこう、あー、ダメか、うわー、あー、あー、落ちた。え、なんで。これどうしましょう。もてあそばれたんすか。もてあそばれた。これどうしたらいいですか。一応でもいいよ、もう。そうやね、うん、じゃあ、さよなら。でもこれ猫なかったよね。ないもんで、だから持ってくるか。いや、一応いけるんで。嘘。あ、4人おればいけるね。いけるいける。いけるし、うん、ゴー。早めにじゃあ。今に見合わせ、いけそう、大丈夫、超遅い。超遅い。
おかしいな。違う、調子いいです。はい。ピンチ、じゃあ僕が担ぐんで、ここだ、ここ、ここ。いけ。何、何。え、何で。どうした、どうした、どうした。なんで、兄貴さ、俺のこの発射台、無視したの。ここでかい。ああ、いけるいけるいける。あれ？あ、ずるくね？ずるくね？あ、くそ。あ、ちょっと。どこまで行くんだよ。うわー、これやりシャボン、シャボン、シャボン、シャボン。よいしょ。よいしょ。で、左上にグリーンサールで。あ、ちょ、あい。はいはいはい。あるね、ほんとや。あれね。なんか落ちた？うわー。誰かに笑った。あー！なに？なに？取った。おーしおーしおーし、おーしおーし、あと1個、あと1個。あーん、全然あれだね、なんかキノコもないし、全然ないもん。うわー、厳しすぎるだろ。これは上の人と下の人が欲しいですね。ちょっと待って、あ、いや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 、早いぞ、ちょっと早いぞ、ちょっと早いぞ。あの下にグリーンさん、あ、そこ下行くわ。じゃあほな、下行ってから、あれ俺は俺とかね、あ、ほんとだ。あ、取った、アンモン。まだです、まだです。あった、取りました。はい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 、ナイス。いた、この、あ、こいつ、この人です。それが、どうもどうも。ちょ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 、行くよ。しれっと5人目。こいつクリアしたわけじゃないや。なんかさも私もクリアしましたみたいな。そうですね、まあ、ハンコもそうですしね。ヨルさんそういうの嫌いですよ。そうね。おっつ、おーっ、伊藤のすけオンステージだった。ロゼッタが使える話は、まあ、ハンコがいる、ハンコじゃないわ、そのロゼッタのさ、うん、あれがいるとこ以外は、あ、多分次のステージいる。そうだよね、うん、とそう、誰が誰か分かんなくなるからさ、そうだね、多分ロゼッタ使ってくださいっていうコメントが、うん、あるかもしれないけど、その誰が誰か分からなくなるから、うん、あの時と場合によりけり、はい、そうだね。じゃあご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。